佐藤美久の女優道始まります。皆さん新年明けましておめでとうございます。佐藤美久です。昨年もこの番組佐藤美久の女優道お聞きいただきましてありがとうございました。本年も、少し遅くなってしまいましたが、この番組ともども佐藤美久をお引き立ていただきますよう、隅々から隅々までずずずいとよろしくお願い立てまつりますと、歌舞伎の口上のようなご挨拶をさせていただきましたが、実は7日に、新春浅草歌舞伎に行ってまいりました。お正月から歌舞伎を見るといういかにも日本人らしい過ごし方だと改めて思っております。うちの事務所の社長のお知り合いということで、昨年秋のメタルマクベスに続いて、歌舞伎俳優の尾上松也さんの舞台をですね拝見させていただきました。この、浅草で毎年開催されている、新春浅草歌舞伎は若手の歌舞伎俳優さんたちが、各演目とも、主演を務められる、舞台だそうで、松也さんもここ何年かずっと、座長として頑張っておられます。とても分かりやすいというか、を見ていて楽しめる舞台ですので、ラジオを聴きの皆さんもですね、1月26日まで、公演中ですので、ぜひ足をお運びください。他には今年の、お正月の、大事件というものは、なかったんですが、いつも通りと申しますか、穏やかに、関東地方は、ね、大晦日から三が日も非常に天気も良くて、穏やかで家族や、おじいちゃんおばあちゃんと、過ごしました。2019年平成最後のお正月も過ぎてしまいましたが、今年は、今年なんと私佐藤美久も6月で25歳、アラサーの仲間入りでございます。こんな私がこのままね30代を迎えていいのだろうかと改めて考えてしまいますが、お仕事も含め今年は特にこの番組以外にですね、映像で代表作というものに巡り合えるように一層頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは美久のマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。いつものことながら、守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつ、ご報告させていただきたいなと思います。ではまず一つ目がですね、フジテレビさんの、バラエティ番組の、ドラマにですね、参加そしてオンエアもされました。はい、多分おそらく、24歳になってから初めての高校生だったと思います。もうね、もうちょっともう制服はって思いながら、でもこう選んでいただいたっていうのもあって、すごく嬉しい部分もあるんですけれども、他の、エキストラの、ね、中には、私の妹と同い年の子もいたりとかして、もうねちょっと高校生はね卒業というか、もうちょっとね、でもすごく嬉しかったです。またね、制服が着れるというのはなかなかね、多分撮影現場くらいしかありませんから、ちょっとね、その高校生の時を思い出しながら撮影に挑みました。で、放送もですね、オンエアも見ました。はい、見まして、で、結構ね、映っておりました、嬉しいことに。はい、頑張って なんだろうな、今時の高校生の感じを出せていたのかなっていうふうに私は思ってます。はい、続いてはですね、テレビ東京さんの、1月18日スタート、毎週金曜日夜8時からの、ドラマにですね、参加させていただきました。主演はですね、北大路欣也さんです。はい、でこの、撮影現場にですね、なんと3回も参加させていただきました。本当にありがとうございます。そのうち2回はですね、つながりというそのシーンで、いなくてはならない、エキストラの人をですね、また、もう一度違う日に呼んで、また似たようなというか、時間経過をね撮影していくというところで2回と、あとそうですね、また
父兄さんの加工もねしながら、はい、撮影ねさせていただきました。ね、すごく印象的な現場でして、この、ドラマの監督がですね、塚本蓮平さんという、監督なんですけれども、この私が撮ったシーンがこう血のりをちょっと使うシーンでして、こう道にちょっと血のりをね巻くところがある、巻いてたんですけれども、こう監督自ら血のりをビビッとこう巻いていらっしゃっていて、あ、すごいなというか、こうこだわりがすごく多分強いんだなっていう風にとても感じられましたし、こうエキストラの私たちに対してもすごくこうしてとかしてっていうのをですね言ってくださって、やっぱこう監督とこうお話しさせていただくっていうのはなかなかないので、すごく刺激的だったなというふうに思います。はい、続いてはですね、ワオワさんの、ドラマに参加させていただきました。長江俊和氏の小説東京23区女、映像作家でもある、長江氏が、自ら脚本家し、監督も務め、東京23区の一区のストーリーを一番簡潔で描く、ホラーミステリーに、行かせていただきまして、まだキャストの、方々の情報がねまだ未公開となっておりますので、あんまりこうお伝えすることできないんですけれども、またねお伝えすることできましたら、またこの番組でねお伝えしていこうかなと思いますので、ぜひお待ちいただければなと思います。はい、続いてがですね、日本テレビさんの、1月21日スタートの毎週月曜日深夜24時59分から25時29分の、ドラマに、参加させていただきました。で、このね撮影現場がですね、結構もう朝一から、撮影がありまして、結構寒い日だったんですけれども、本当に主演のね上田達也さん含めキャストの皆様とスタッフの方々ね、もう本当に寒い中頑張っていらっしゃいまして、本当に大変だろうなというふうに思いながら見て参加させていただきまして、でぜひね注目していただきたいところがありまして、焼肉屋のねシーンが出てきましたら、皆さんぜひ注目していただいて、本当にスタッフさん の, 努力がすごく伝わるんではないかなというふうに思いますので、ぜひそちらをね注目していただければなと思います。はい、続いてがですね、テレビ朝日さんの、2夜連続放送の、ドラマに参加させていただきました。主演はですね西島、秀俊さんでした。はい、で私も記者の役で参加させていただきまして、で西島秀俊さんとあと伊藤淳さんがですね、まあ何て言うんですか、相棒みたいな感じで事件をねちょっとね解決していく感じなんですけれども、このお二人が結構共演回数が多分多いと思うんですね私の知ってる限りでは。で撮影の間にちょっとキュンとすることが私一個ありまして、西島さんが伊藤さんに対してあっくんって呼んでらっしゃるっていて、あ、なんかこう信頼関係がすごい深いんだなっていう風に感じて、ちょっとそのあっくんって言ってるところがすごくもうこう耳をね大きくしたいぐらいすごくあかっこいいなっていう風に思いながら見ておりました。はい、演技もね拝見させていただきました。はい、でこのシーンがもうそうそうたるキャストの方々でして、でホームページでもまだちょっとねその役者さんの名前が出ていないのでまだちょお伝えできないんですけれども、すごい非常に重要なシーンでして、ぜひね皆さん注目していただければなと思います。はい、私も非常に楽しみです。はい、続いてがですね、TBS さんの、本日1月11日スタートの、毎週金曜日夜10時からのドラマにですね参加させていただきました。主演は高畑充希さん、そしてなんとですね西島、秀俊さんもですね、このドラマに出演されておりまして、結構多分この、先ほどねお伝えした、西島さん主演のドラマとこのTBS さんのドラマの撮影の間あんまり期間はそこまでなかったんですけど、あ、
ここにも出ていらっしゃるんだという、出演されていらっしゃるんだというふうに、ちょっと自分の中でちょっとワクワクしましたね。あ、嬉しいと思いながらはい、見ていました。私もね、この看護師のナースか、ナースの役を、で参加させていただいて、なかなか多分ナースってそんなに多分なやったことなくて、こう私ね、こう車椅子をね、引いてっていうふうに言ってくださって、で、引いてたんですけれども、結構こう車椅子ってなかなか引くことがなかったので、あ、スピード上げちゃいけないとかこういろいろ葛藤しながら撮影していました。はい、でもすごく楽しかったですし、はい、非常にオンエアもね楽しみです。はい、ぜひね皆さん、今夜、10時からですね、ぜひご覧いただければなと思います。はい、続いてがですね、ここ同じく市川うらら FM さんで毎月第2、第4日曜日お昼12時から放送中の、北野しおりのリアルドライ、12月分のね収録がございました。はい、本当にしおりちゃんとは本当にそんなにかい、まあそうなんですけど、すごいおしゃべりがすごく大好きなんです、しおりちゃんって。なので私がこう聞くことに対してこういっぱい喋ってくれるので、すごく私もやりやすくって、本当に番組内こう本当にガールズトークをしていて、もう毎月の私この収録が楽しいですいつもはこの女優道はですね、大体最初の放送は一人でねこうやってお話しさせていただいてますけれども、すごく楽しいんです、しおりちゃんと話してると。で年齢もね近いっていうこともあって、こう話もすごく合いますし、ちょっとどことなく性格も似てるかななんて、私が勝手にね思ってることなんですけれども、すごく本当に楽しくねやらせていただいておりますので、はい、ですね、この、北野しおりのリアルドライもですね、映像配信版 YouTube の方に、アップしていただいておりますので、ぜひぜひそちらですね皆さんもご覧いただいて、こうコスプレイヤーとはこういうことしてるんだよっていうねことをですね皆さんに伝えていこうと思います。はい、続いてがですね、ネット配信番組、ネットアイドルカタカナで佐藤水戸で、ファイナルファンタジーをですね、まあでもこれはもう本当に1年以上かけてクリアして、今クロノトリガーをですね、挑戦させていただいております。でこのクロノトリガーっていうのがすごく人気なゲームみたい で結構昔からのゲームで面白くって、でドラゴンボールの、鳥山明さんがですねパッケージのデザインとかもされていて、で途中途中でアニメ映像みたいなのがありまして、まあ、そこがもう本当にこうドラゴンボール感がすごくって、びっくりし、いきなりこのアニメ映像がパッて出てくる瞬間があって、すごく楽しいです。はい、そして、12月の終わりといえば、忘年会ございました。はい、事務所のね、メンバーと、そしてスタッフと、あとはですね映画、22世紀グーアの監督泉沢監督もですねお忙しい中いらっしゃっていただきまして、そして、元アイウィッシュの、音楽プロデューサーなおさんもですね、なんと忘年会に来ていただきまして、本当にありがとうございます。本当に楽しかったですし、二次会っていうのかな、カラオケにもね行かせていただきまして、なんとなおさんの生歌をですね贅沢、もう贅沢すぎる私もう本当に聞かせていただくことができまして、もう本当に鳥肌がもう立ちました。本当に痺れました。なかなか本当にありがとうございます。お忙しい中本当にありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、ですね、この1ヶ月間12月ですね、全体を振り返ってですね、本当に多くのドラマとかに、参加させていただいて、1月もですねちゃんとというかしっかり、また頑張っていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん応援していただければなと思います。はい、以上マンスリーダイアリーのコーナーでした。片寄りムービーリポートのコーナー。
このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回は昨年末12月28日に公開されたこんな夜更けにバナナかよ愛しき実話について見てまいりましたので、いつものようにいろいろとリサーチも交えながら少しお話しさせていただこうと思います。こちらの映画は筋ジストロフィーにかかりながらも自らの夢や欲に素直に生き、みんなに愛され続けた実在の人物鹿野康明さんと彼を支えながら共に生きたボランティアの人々や家族の姿を描いた人間ドラマ、大谷総一ノンフィクション賞と講談社ノンフィクション賞をダブル受賞した書籍を原作に豚がいた教室サルロックの前田哲監督がメガホンを取り、大泉洋さんが主演を務めてらっしゃいます。北海道の医学生田中はボランティアとして体が不自由な鹿野と知り合う。筋肉が徐々に衰える難病筋ジストロフィーを12歳の時に発症した鹿野はいつも王様のようなわがままぶりで周囲を振り回してばかりいたが、どこか憎めない愛される存在だった。ある日新人ボランティアの美咲に恋心を抱いた鹿野はラブレターの代筆を田中に依頼する。しかし実は美咲と田中とは付き合っていて、幼い頃から難病で車椅子生活だった主人公の涙と笑いの日々を映し出すようなハートウォーミングで楽しめる作品です。主演は大泉洋さん、そして医学生田中を三浦春馬さん、彼の恋人美咲を、高畑充希さんがそれぞれ演じてらっしゃいます。はい、本当に、このね、映画をなぜ私が見ようかと思ったのはですね、他の作品を見てる時に映画って始まる本編始まる前にこう CM というかいろんな映画の作品のこう宣伝が出てくるじゃないですか。で出てくるんですね。はい、その中にこの、こんな夜更けにバナナかよ愛しき実話のですね、CM が流れた時に多分、テレビでもテレビの CM でもですね多分出てたと思うんですけれども、高畑充希さんがバナナをオセロ盤の上にバンって置いてっていうところのシーンが多分あると思うんですけれども、そこがすごく私もその後の大泉洋さんのセリフがなんか今グッときたっていうセリフがあるんですけれども、本当に私もすごいグッときてしまっていやかっこいいと思いながらこれ絶対見たいっていうふうに思いまして、見させて見に行ってまいりました。はい、本当にこの、難病筋ジストロフィーはすごく大変な病気でこう徐々にこう筋肉がこう動かなくなっていってしまう本当に大変な病気なんですけれども、本当にこうなんていうんですかね、この鹿野さんがこう病気になりつつもこう全然こうネガティブではない、もうとにかくポジティブでこうみんなをこう笑わせたりとかちょっと嘘ついて笑わせたりとかこうなんかこう愛される方なんだなっていうふうにというのをですねこの映画を通じてすごく感じましたね。はい、で舞台が北海道でして、ちょっと北海道のちょっと方言もこう出てる場面もたくさんありますし、やっぱ皆さんナチュラルですね。かっこいいなと思いました。で公式ホームページもですねぜひ皆さん見てご覧いただきたいんですけれども、この主演の大泉洋さんがですねこの映画の、役作りで最大10キロ痩せたというふうにホームページの方に公式ホームページの方に載っていて、いや確かにこうやっぱり筋肉がこう使わなくなるとやっぱどんどん細くなっていきますので、やっぱりちょっと痩せてる感じがすごく出ていて、いやすごいなというふうに、いや素晴らしいと思いながら私も、はい、思いました。で、
この美咲ですね、高畑充希さんが演じていらっしゃいました美咲という役がですね、結構こう、まあ、恋に悩んだりとか、三浦春馬さん演じる田中との恋をに悩んだりとか、この葛藤する部分がこう、この19歳の役だそうで、すごくその若い子の悩んでいる葛藤っていうのがすごく出ていらっしゃっていて、いや本当に上手だなというふうに思いました。で、高畑さん の, 演技です。私好きな部分がありまして、こうちょっといきなりセリフを言うんじゃなくって、そのセリフのちょっと前に考えうっとかあっていう、この小さい なんて言えばいいんですかね、息遣いみたいなのが映画館だとすごくよくわかるんですね。それがすごく味というか、あすごい悩んでるんだなっていうのがすごく伝わってきて、ものすごく感情移入が私はすごくできました。はい。でこのね、鹿野さんという方のこの命がけのわがままっていうのがすごく伝わってきますし、こうやっぱりこうどうしてもこう他の人に迷惑をかけたくないっていうのもあるとは思うんですけれども、でも自分は病気だからといって なんだろうな ネガティブになっちゃいけないというか、でもやっぱりみんなと一緒に過ごしたいっていう気持ちがものすごく伝わってきます。はい。なのでぜひね、皆さんもご覧いただきたいですし、でこの、こんな夜更けにバナナかよのの、メイキングがですね YouTube の方に上がっているんですけれども、ぜひ皆さんご覧いただきたいです。はい。大泉洋さんがですねこう現場を盛り上げている姿がメイキングの動画にですねアップしてされておりますので、すごく本当に明るい方、大泉洋さん自身がすごく明るい方だなっていう風に、はい、思いましたので、ぜひ皆さんもですねお近くの劇場でですねご覧いただければなと思います。本当に笑って泣けて感動する映画でございますので、ぜひぜひご覧いただければなと思います。以上、今月のカテリムービーリポートのコーナーでした。さて皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報等に関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見ご感想、ご質問など、お便りお待ちしておりますので、こちらまでお願いいたします。メールアドレス info@plus-vox.com、info@plus-vox.com、 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。